まあ実際ね光の加減もありますけど、この色になるのかっていうことをちょっと検証してみたいと思いますね。実際になるんでしょうか。今日使うのはこの MC の9ですね。あえて単体で染めます。なんかいろいろ混ぜちゃうとこのカラーのパワーがちょっと分かんないんで、で、作り方は、このアプリエのミドルっていうのは前回のハイトーンのものと同じ作り方なんですけど、これが1、あと2液が2倍、そして、このパウダーで3剤のこのパウダーが、1液と2液の、合計に対しての 10% をこれを入れるような感じになります。はい、なので例えば1剤が 30g だとした場合、これが 30g、 この MC の9ですけど今日使うのはこれが、30だとしたら2液が 60g ですね。そしたら、30g と 60g なので 90g だから、これを 9g 入れる感じ。9g を入れるっていう感じになります。はい、で、まあ、過炭酸ナトリウムなんていうものなんですね、この酸剤っていうのは。気をつけないとダメなのは、実は、このアプリエを使うときに気をつけていただきたいのは頭皮の温度なんですね。この頭皮の温度に実はこいつが反応しちゃうんですよ。だから結構実はですね、アプリエのカラーってまあ、僕が言うのもちょっとあれなんですけど、結構カラーが濃く作られてるんですね。で検証していただくと分かるんですけど、濃いんですね、染料自体が。で、なぜ濃いかっていうと、やっぱりね、この第3剤の過炭酸ナトリウムによって、少し削っちゃうっていうんですかね、まあ、アンダーを削るのでより明るくなって根元気になりやすかったりとかするので、根元はちょっと開けて塗った方が絶対いいと思います。地肌の熱があるので、あまりベタって塗っちゃうとそこが根元気にしてしまうんですよ。なんで大体2トーンぐらい低いので塗っていただいた方がいいです。7トーン、毛先9トーンとか、もうちょっと上げてもいいかなって気はするんですけど、今日はあえてワンプロで塗ります。ワンプロセスで全部この一色で塗っていきたいと思うんですけど、根元はちょっと例えば3センチぐらい開けて塗っていって、後で攻めるって感じの方が僕はいいかなと思います。まあ、いろいろやってた研究の結果なんですけど、もしアプリエをこれから使いたいっていう方がいれば、そういう使い方をしていった方がいいと思います。で、非常にカラーとしては面白いカラーなので、皆さんぜひ使っていただいたらいいかなと思うので、サンプルもねいただけると思いますから、はい、今回ミドルっていうことで、前回のハイトーンよりもちょっと暗い一般的にも使えるカラーっていうのを、出して、で今これね混ざってる状態なんですけど、まあこれ混ぜ方なんですが、これ今いっぺんにねパウダーとか全部入れちゃってるんですけど、まあ、僕のこれ全部今入れちゃってる状態なんですけど、これ実際にアプリで紹介してることではないんですけど、僕は1液と2液を1回混ぜてからパウダー入れた方がいいなって思いました。はい、細かい説明としては、この1液とこの過炭酸ナトリウムをあんまりこう直接出会わないようにして、一回薬剤を作ってから過炭酸ナトリウム、この第3剤を入れた方が、まあ、僕はいいかなっていうふうに見解したので、一応そこをお勧めします。1液2液をガーッと混ぜて残液に対してプロを入れるというような感じです。はい、そういう感じで使っていただいたらよりいいんではないかなというふうに思っていますね。まあ、この MC モノトーンみたいな、モノクロームっていう名前ですけど、でこの第3剤が使うことによって、通常メラニン色素分解っていうのが毛髪内部の方から分解していくんですけれども、この第3剤を使うことによって表面側からもメラニンの分解をしていくので、両側から、毛髪があったら両側からこう攻めていくような感じになります。なのでより透明感、透け感っていうのが出るっていうのがこの第3剤を使うこのカラーです。それが特徴かなと思います。今日はちょっとね分かりやすいようにちょっとこういう風に混ぜちゃったんですけど、本来は1剤と2剤混ぜた後にパウダーを混ぜます。
本当にネモ金で結構ね皆さん苦労されてる方がいらっしゃるのでちょっと難しいなっていうのでアプリちょっとやめてみようかやめようかなとかってまあ結構いろいろあると思うんですけど結構カラーとしては結構いい入った色ね出されてますからぜひですねちょっとこう塗り方を研究していただいて、サロンの一つの武器として入れていただいてもいいんではないかなって僕は思っております。どう思います？はい、思います。本当ですか？もうで根元ちょっと外してちょっとねこれから姉さんの髪を染めていくんですけども、アプリのカラー自体は、ブルーアッシュとモノクロームとラベンダーアッシュそれからナチュラルブラウンとセピアブラウンっていうのがありますね。で結構セピアなんかは今季いいんではないかなと思ったりもします。一見赤くなりそうなんですけど結構ねいい具合に以前ハイトーンの11とか使ったんですけど結構セピアブラウンは結構いい色になりますよ。金髪にのっけたりしても。はい、ということでじゃあまず塗っていきたいと思います。基本的に、一発で塗ってもこう第三剤があるから綺麗になるということで一応このモノクロームのカラーはこれ、まあ実際ね光の加減もありますけどこの色になるのかっていうことをちょっと検証してみたいと思いますね。実際になるんでしょうか、姉さんがこのように変身するんでしょうか。ちょっと同じ色をちょっとやってみたいと思います。まあ、ベースはそこそこ明るいので問題ないんじゃないかなということでちょっと塗っていきますね。はい、根元を3センチ開けてちょっと塗ります。これね、まあ、姉さんちょっと分かんないかもしれないですけど、はい、カラーって1液と2液混ぜるのって知ってます？なんとなく分かる、はいはい、カラーって1液と2液ですよね、はい、通常はそうなんですね。でもこれね、1、2、3ターン、3があるんですよ。他のメーカーじゃないの。すごいでしょ。これしかないんですか？そう。あ、そうなんですか。そうそうそう、第3剤を混ぜるっていうのが今回このメーカーさんが出してきたやつなんですね。酸入れることによってどうなるんですか？酸入れることによってトーンを明るくしないと透けた感じにならないんですよ、日本人の髪の毛って。一回ある程度抜けた色ってすごい綺麗に鮮やかになるじゃないですか、はい、で最近グレージュだったりとか赤みがないカラーってすごい人気がありましてそれってやっぱりベースのアンダーを削らないからなんですね。ベースのアンダーちょっと言い方悪いですね。例えばこういう風に毛先の明るさぐらいまで抜いてから。そうそうそう、本当はね通常普通のカラーって1液と2液を混ぜて塗りますよね。そうすると1回明るくして色を入れるってことをいっぺんにやってるんです実は、普通のカラーって。でそれの明るくするのをちょっと特殊なその第三剤を使うことで違う形で明るくしたところに染色するからちょっと透明感が出るような感じ。ちょっと分かりづらいんですよね。どの辺が分からないか。ちょっと難しいですね。難しい、どこ難しい。いや難しいよね、今全然ちょっと難しい。いや、それって一般の人分かるところまで説明したい。ちょっと説明して、難しいな、下手だな、説明。暗めの、じゃあそうだな、この根元ぐらいの暗めの色とかね、はい、このぐらいのカラーを黒い髪にしますって言ったらまあ、ちょっとだけ明るくなるじゃないですか、はい、実はこれよりもさらに明るくなってしてるんですよ、実は。で、そこに染料っていうのをかぶさってこの色に設定してるんです。だから退色っていうと抜けてくるとこれよりも明るくなるわけです。例えばじゃあ7番っていう結構暗めの7番っていうと看護師さんとかがよく、決められてる医療事務の人とか7番マネですよとか保護さんとか決められてるんですけどその7番の明るさって結構暗いですね。で、その7番の明るさを作るのには実は9番ぐらいまで一回明るくしてるんですよ。で9番に染料を入れるから7番に見えるんです。色ってそういうものなんです。メーカーによって9番、10番まで削るところもありますし色味によっては結構鮮やかに出したいところは結構削ったりとかするんです。だから1ヶ月とか経つと実は7番までの色にしてるのに実は9番になったりするんですよ。退色って言って色が抜けてきて実は7番の明るさまでしてないのに7番超えて9番までなっちゃうんで1ヶ月ほっとくと結果7番なのにそんなに明るくなっちゃう。そういう風にこう色の退色ってしちゃうんですね。それと同じようにですね1回明るくして例えば今日の色もそうなんですけどこれ9番っていう
9番の明るさなんですね、このモノクロームというのが9番が。でこの9番なんだけども、多分11、12番ぐらいまで明るくして線量をかませて9番に設定してるんですよ。そのメーカーで番号があるので、9番の明るさですよっていうふうに打ち出してるんですね。でそこの9番から9番の設定の色を作るのに11、12ぐらいまで明るくしてるんですけど、その明るくする仕方を変えてるのがこのパウダーなんですよ。多分ね、そうそう、これを通常のメーカーさん の, あの明るくする仕方と、このアプリエっていうこのカラーの明るくし方はより明るく見えるようにして設定してるわけです。だから仕上がった時にちょっと光に当たった時に、あの外国人風になんかこう透明感がある感じに見えるというのがこの特徴なんですね。とりあえず分かった。はい、分かりました。ちょっと分かったちょっと分かりました。おお、それを今塗ってるわけですね。これしかないんですね。そうそうそう、これしかない。だから本当に気をつけないとダメなのが、そのさっき言ったように、その明るくね、9番でも実はじゃあ11、12とかって明るくしてるんで、ただ他のメーカーよりもより透明感を出すためにクリアにしてるんで髪の毛が。だからね、ちょっと間違って根元ベタって塗っちゃうと根元だけすごい透き感出すぎて、透明感出すぎちゃって根元だけちょっとパン明るく見え、根元が熱あるから明るくなっちゃうんですか、つけると。そうなんですよ。でその熱が実はこの第三剤に反応するんですよ。あ、これはメーカー側は言ってることではないんですけど、僕が勝手にそうかなって思って言ってる部分ではあるんですけど、こいつと熱の相性って結構いいっちゃいいんですけど、悪いっちゃ悪いんですよね。だから地肌の熱がある人はすげえ上がっちゃう。さっきちょっと温めたじゃないですか。ああ、あれはさっきと、これさっきはさっきで薬違うから。そう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 、あ、さっきみたいなことやったら多分入るやばいですここだけバーンって上がるらしい。へえ。例えばアプリエで結構透明感出したいんだれば、あんまりいい効果はないですけど、その毛先の方とかに温めるように、例えば温度をバンってやっちゃえばいいんですけど。いや、すごい明るくなっちゃいますよね。まあ結構比較的になりやすいですね。で気をつけないとダメなのはラップですね。これからまあアプリの場合はラップあんまりしないんですけど、ラップするとどうなるかっていうと、根元の熱めっちゃ熱くなるんですよ、ラップすると。なんかこのままラップされたらここから熱くて熱が出てくるんですよ、こうって何だか分かりますか。はい、そうするとここだけパーンってなっちゃうから、風がこう、今だったら風がこうちょっと当たってますよね、うん、風っていうか体あの店の中の空気がまだ温まらないですよ。これラップすることによって頭がほなんかこう温かくなってますよね、こう保温されるから、うん、そうすると毛先の方を保温されないで根元だけ保温されるから、ここだけ明るくなっちゃう。逆プリン、逆プリン、そう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 、その通りなんですよ。でそれがなりやすいんですよ、これは。結構だ、そこが難しいところ。なんでちょっと暗めの2から3ぐらい暗いやつを根元使っていかないと危ねえぞということですね。で僕は今、3センチ、2センチちょっとぐらいかな、今開けて塗ってるんですけど、これはちょっと時間差で塗ろうかなと思ってて、さっき言ったようにこのままペタッと塗っちゃうと危ないんで、一回これで時間を置いてから根元をちょっと攻めていこうかなっていうふうに思っています。で今この毛先の方を、このように色を塗っています。今毛先の方がで結構この緑になることによって、前回のアプリエの商品よりもアルカリが減ってますね。あのパワーが減ってるってことです。だからダメージはちょっとしづらくなってるかなって感じがしますね。でもちょっと分かったでしょうか。はい、分かりやすかったです。ちょっと分かった。分かりました。そう、そういうことなんですね、このカラーが。なんでラップをしない方がいいんではないかなというふうに思っております。でちなみに今日のオキシは 4% です。 6% と 2% のオキシがついてきたので、1対1で、まあ、4% かな、 4% ぐらいかなって感じですかね。そこをちょっと2つ合わせて 4% ぐらいに設定をしております。なんで根元さえ気をつければアプリエルの無敵というか、すごくいいんじゃないかなっていう気がしますね。結構赤みが
ね、消えてきてますよ。ただこれあのオキシ2倍なんで一剤の量がまあ半分なんで結構だから線量が濃いんですね。で同じ量で検証他メーカーとして見たんですけどやっぱり線量非常に濃くて、だから通常に使うとちょっと色が濃いかなと思いますんでオキシ2倍という感じになります。まあ、トリートメント成分もね結構こう使われてるみたいですし、基本的にこのアプリエってね 4U さんっていう商品でプロマスターとカラー使ってるんですけど、本来あのカラーリストの方とかが使ってるカラーなので、あの非常に市販のものでも 4U さんのカラーって本当に綺麗な発色するメーカーで、日本でもそのトップクラスのカラーのメーカーかなって僕は思ってるんで、色に関してはね素晴らしいですよね。本当に研究されてるのかなっていう感じが、この第三剤を使うっていうのは革命的なものかなと思います。結構赤み消えますね。これは今塗ってみてますけど赤みが消えてますかなり。嬉しいです。うん、なんか消えてる。でこのモノクロームはちょっとわかんないですけど、ちょっとグリーンの要素もあるんで、まあこういうモノクロームみたいな色作れるのかなって感じがするんで、まあ一応グリーンの要素も入って赤み結構消してくれるんですよね。なので、で僕はですね、ちょっとこれ宣伝というわけではないですけど、この残ったのでこれから根元やっていくんですが、僕はここにあるものを入れます。であるものをなっていうのは何かっていうと、ちょっと今やっていきますね。続いて、はい、すいませんね、トーク続けた。いや、何もしないです。ムササビトリートメントっていうのがありまして、まあ、髪の毛の、まあ、髪の毛本来必要なもの、簡単に言うとトリートメントです。それを、混ぜるんですね。薬剤ちょっと減力するっていう部分と、あとトリートメント効果があるんで、これで根元を行います。ムササビをこの中に 10% 入れております。はい、で、ムササビつけた状態で今度根元塗っていきます。メッシュの部分がちょっと綺麗に出てくれたらいいかなと思ったんですけどね。だから結構ね、ほてりやすい人とか頭皮の温度がちょっと高い人とかはちょっとエアコンつけ気味の方が僕はいいかなと思います。はい、でこれで根元をとりあえず塗っていきます。